おはようございます。10月16日日曜日の朝です。今日曇っていますけれども、気温はさほど低くなく、日曜日の朝をダラダラするにはいい感じではないでしょうか。では今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして、床に体がどう接しているのかを観察してください。呼吸によって体はどう動いているでしょうか。胸やお腹の動きを観察してください。どちらの方が大きく動いていますか。頭を左右に傾けてください。どこかがすごく伸ばされたり、ぐっと縮まったりというところまでやらず、もっと小さな範囲で滑らかに、優しく転がる範囲で動かしてください。では動きをやめて両膝を立ててください。右手を天井に向けて持ち上げてください。そして右の肩はしっかり床に落としてください。手は床から垂直、大体ですけど垂直に持ち上げて、肘は軽く伸ばしてください。優しく優しく指先が天井に近づいたり、ゆっくり戻したり、優しく優しくこの動きを何度か繰り返してください。指先を戻したときは、肩、肩甲骨がしっかり床に戻るまで、この動きはどのくらい体の他の場所まで影響がありますか。では一旦手を下ろして、足を伸ばして休んでください。呼吸を楽にして、もう一度同じように両膝を立てて、右手を天井に向けて持ち上げてください。そして左手は肩の高さで床の上に伸ばしてください。手のひらを天井に向けておいてください。そしてゆっくり優しく右手が天井に近づいていくときに、目は左手の指先を見ていってください。そしてゆっくりと指先と顔が戻ります。この動きを何度か繰り返してください。この動きに加えて、少し軽く右の足で床を踏んでください。そうすると左の膝が床に向けて傾いていくかもしれません。指先が天井に近づいていくときに、目は指先を見ていって、右足は床を踏んで、左膝は
傾いて行ってください。優しく優しく、楽な範囲で心地よく動いてください。背中は床の上でどう転がっていくでしょうか。どこが床から離れて、どこが床についていきますか。ではまた 右手の指先が天井に近づいたり戻ったり、他の場所はほったらかしたままこの動きをしてください。最初に比べて指先は天井に近づきやすくなりましたか。では動きをやめて両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。どちらの方が床に柔らかくついているでしょう。どちらの方が力が抜けた感じがしますか。ではもう一度両膝を立ててください。今度は左手を天井に向けて持ち上げて、ゆっくり優しく左手の指先が天井に近づいたり戻ったり、ゆっくり優しく戻ってくる動き、肩、肩甲骨がしっかり床に預けられるくらいまで戻してください。今度は右手を肩の高さで手のひらを天井に向けて置いてください。そして優しく左手の指先が天井に近づくとき、目は右手の指先を見ていってください。優しく優しく、これに合わせて左の足で床を少し踏んでやって、骨盤を右に転がしてください。戻るときは最後までみんなが一緒に戻ってきてください。戻るときの動きが結構大切ですね。最後まで戻ってください。背中はどう傾いていくでしょう。右膝はどの方向に動いていきますか。ゆったり優しく左の肩甲骨と右の肩甲骨、どちらがどの方向に動いていくでしょうか。では一旦両手両足を伸ばしてください。呼吸を楽にして両膝を立てて左手を天井に向けて持ち上げます。ゆっくり優しく左手が天井に近づいたり戻ったり、最初に比べてこの動きがやりやすくなったでしょうか。どうですか。では両手両足を伸ばしてください。床に体を預けてください。
今日最初に仰向けになった時と今の感じを比べてください。体全体が床に優しくついているでしょうか。頭を左右に傾けてください。では動きをやめて起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。肩甲骨が背骨の上で動いているのが感じられたでしょうか。少し背中が軽くなりましたか。では今日の日曜日、これからお天気は回復してくれ、回復する予報です。良い日曜日をお過ごしくださいね。ではでは。